皆さんこんにちは。ワイルゲッター第2回目です。今回は上板町のファミリースポーツ公園にやってきました。今日は第1回目と比べてとにかく暑いです。そんな中ですが、聞き込み調査をしてみて映えるスポットを探していきたいと思います。今や一大ムーブメント、大流行のインスタ映え、見栄えのいい素敵な写真を求めて、駆け出しインスタグラマー増田実りがエリア内の映えるスポットを発掘します。それでは行ってみましょう。今回は上板町の映えるスポットを聞き込み調査。早速インタビュー行っちゃいましょう。すみません。はい、ケーブルテレビなんですけども、すみません。あのね、今綺麗な写真を撮れるとこを探してるんですけど、わからないですか？場所知りません？ここで。あ、上板町内で。あんな館の方じゃないんじゃん。わざの館さん、あっちだったらちょっとマシかもな。わざの館さん、うん、ここぞと上な。この辺だったらないわな、綺麗とこは言うたって。もう少しか、もうお寺とかな、神田とか。インタビューを受けてくれたこちらのお父さん、実はもう管理させてもらえない、もろくないな。なんと公園内のお手入れを担当されているとのこと。ここだけの映えるスポット聞けちゃうかも。ファミリースポーツ公園の中でのおすすめのところってあります？おすすめやな。はい、どれですか？すると新田さんが公園の案内をしてくれることに、ということでミッション変更。ファミリースポーツ公園で映える写真ゲットしてきてください。まず案内されたのは、あー綺麗。これ珍しい萩よ。紫の山のおる、あの萩でなじにな、はい、あの違う萩らしいんだ。ピンク色の花が。そうだ、ピンク色で、お綺麗やったけど、そうですね、これまだ珍しい。珍しいね、うん、見頃の前でまだつぼみも多いですが、珍しいものは映える写真が撮れます。この花も満開になればもっと映えること間違いなし。あ、でも可愛い、ちっちゃい。続いて案内されたのは、切り花によく使われる小さいひまわり。撮れるかな、これ。ひまわりの黄色が空の青と葉っぱの緑で際立って、映えてます。この他にもおすすめのスポットがあるそうで、天皇陛下が皇太子時代に雅子さまと来朝された際に植えられた桜や、5月から6月頃に見頃を迎える藤棚など、ファミリースポーツ公園には季節ごとにさまざまな映えるスポットが。ありがとうございます。案内してくれた新田さん、本当にありがとうございました。さあ続いて増田リポーターが向かった先は、広い公園内のグラウンド。狙う一枚は野球か。夏の甲子園みたいですか。
グラウンドをあえてフェンス越しで撮ることで野球っぽさを表現。気分はまさに甲子園。さあ、増田リポーターが最後に挑戦するのは飛ぶ蝶々。撮影できれば映える一枚になりそうですが、果たして。帰ってきて、帰ってきて。しゃがむ動作で逃げるんやろ。ほんまに待っとこっか。ちょっと待って、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 ちょっと待って。あ、でもちょっと待って。あ、待って、ちょっと待って。あ、ちょっと。ピントが来ない。あ、ちょっと待って。待ってしか言ってない。ちょっと、ピントが、あ、逃げちゃう。逃げちゃった。あ、取れた。この写真。増田リポーター渾身の一枚がこちら。蝶と花、まさに映えと映えのコラボレーション。頑張った甲斐がありました。ということで、今回も映える写真を4枚ゲット。ミッションコンプリート。さあ、今回の映えるゲッターはこちらの上板町でインタビューをして映えスポットを調査していこうと思ったんですけれども、偶然こちらの公園の管理されている方にお話を聞くことができて、映えスポットをたくさん教えていただきました。で、今回は急遽こちらのファミリースポーツ公園で4枚写真を撮らせていただきました。で、この写真もインスタグラムにアップしますので、ぜひご覧ください。インタビューにもあったんですが、上板町には大山寺や安楽寺など素敵なスポットがたくさんありますので、そちらにもまたお伺いしたいなと思います。それでは次回の映えるゲッターもお楽しみに。